アフレートは自分で商品を作ったりホームページの文章を作ったり難しいイメージですがそういう才能がないときいませんか 青汁王子は竜がごとくのサイトを作ったみたいですがかなり難しそうですうん、そうですねやっぱりねアフレートは自分でまライティングっていうのが大事なんで文章を書かないといけないんですよで、いわゆるこう対面じゃなくてネット上の営業みたいなもんなんでいかに商品を買ってもらえるかっていうのが大事になりますこのアフレートの仕組みっていうのは商品だったりサービスにまウェブサイトを見てるお客さんが登録してくれたら成果報酬でじゃあいくらです500円で1000円ですとかそういう風にもらえるっていうビジネスモデルなんでちょっとライティングのね技術が ないいいとと難しいと思いますただライティングの技術といってもねあのみんなね独学でやってだんだん上手くなっていくんで別に今できなくてもいいと思いますだんだんできるようになってくると思います。はい、はい、ということで、えー、頑張って更新するんで皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。おつじる